じゃーん、ココルルでーす。めっちゃ懐かしいですね、ココルルは。このお尻のところにココルルっていうプリントが来て、私のイメージもうちょっと大きいプリントがダーンみたいなのもいっぱいあったなって、すっごい懐かしいです。じゃん、ケツルルです。ケツルルしてみました。懐かしい。今回はシンプルにこういう黒のキャミを合わせたんですけど、なんか当時何着てたかな、それも思い出せませんでした。でもインスタでココルルって調べてみたら、結構柄物とかダボっとしたパーカーにもっとダボっとしたデニムとか、そういうのがすごい多かったですね。あとココルルのショッパーを持ってる人が、学校に持ってきてる人がすごいいっぱいいた。そう、もうあの学校のテーブルのこの横の開けるところにココルルのショッパーで、なんかステータスみたいな感じ。そう、懐かしい。やっぱガラケーがいいです。いいと思います。いましたよね、ガラケーにこうやって大きいストラップ。いたいた。私もなんかドナルドとかつけたかもしれない。私が紹介するのがこちらです。じゃーん、このハイビスカス柄が特徴のアルバローザになります。これはパーカーなんですけど、私はこのアルバローザのショッパーをなんか持ってたイメージがありました。なんか大きい花柄に背景がなんかヒョウ柄で、プールの授業とかで水着入れてなんかかっこいいやってませんでした。そう、懐かしい。同系色の、ネイビーと合わせてみました。で、髪の毛も昔流行ってた、なんか片方に寄せてするポニーテールもしてみました。こんな感じです。今風でも着れますよね、うん、これ普段でも着れそう。そう、なんかメルカリとかで探したら可愛いのがいっぱいありそう。今日から着てみます。あ、生まれた。おお、早っ。早っ。2分ぐらいで生まれた。生まれました。出産。出産。え、名前つけてね、アミチにしよう。かわいい。いいね、アミチ。ちょっと遊んできます。次はローズファンファンです。これも懐かしの109人気ブランドでした。で、今はジュエティとコラボしてるのかな。なんかいいですよね、こうやって昔流行ったブランドと今人気のブランドがコラボして、懐かしさを感じます。本当にこういうの素敵だと思います。ローズファンファンはヒョウ柄がトレードマークの、ね、ギャルみたいなブランドでしたね。じゃん、ローズファンファンです。今回はちょっと短めのパンツと合わせてみました。夏っぽいですね。確かに海にいそう、海にいそう。なんかハーフアップしてる人とかも結構多くなかったですか、シュシュつけて。うんうんうん。あとやっぱこのピンクが可愛いですね、うん、派手 ラメ、うん、グリッター、キラキラしたピンクの感じが可愛くて、ちょっとギャルを連想させてくれます。次に紹介するのがこちらです。ラブボートになります。これは今ジュエティとラブボートがコラボしてるんですけど、なんかラブボートはなんかへそ出しの T シャツと なんかミニタイトスカートがなんかすごい流行ってたイメージで、私の中ではなんかもう本当にヒョウ柄とかが大好きな系統のギャルがめっちゃ着てるイメージがあります。はい、着替えてきました。
なんかやっぱりラブボートはなんかへそ出しとミニスカが結構流行りだったので、私もジュエティのカーキのスカートと合わせてみました、うん、こんな感じで、してこのバッグもラブボートです。かわいい。なんかバッグが結構自分の中で印象強かったかなって感じです。でも今はなんか現代風っていうかカラーものが増えたイメージがあります、うん、黒とか白とかあとヒョウ柄が多かったんですけど、ピンクとかはあんまりなんか昔だったら珍しいのかなって感じです。あーびっくり、三宝石かわいい。はい、あと2000年代にざわつかせたものといえばラブ&ベリー。懐かしい。ある場所へ移動してきます。せーの、はい、着きました。しました。どうでしたか？めっちゃ可愛かったね。なんかすごい思い出して、いろいろ思い出してめっちゃ楽しかった。このラブベリーカフェは8月27までやっているそうなので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録と高評価と、コメントもお待ちしております。お願いします。バイバーイ。